エジャフランです。ほらまだやったな。今回はもう殴られた。まあいろんな人は多分その人知ってると思う。そのジョニー・ソマリーっていうな、外国人のストリーマー、キック、まあストリーミングアップでライブしながらお金稼げるっていう、まあ普通のストリーマーじゃなくてちょっとうざい系なストリーマーですね。何ヶ月前からもうその人ずっとなんか日本でうざいことして、一回日本から離れてまだ戻ってなんかやり放題な感じになってるから、まあ今まで結構何ヶ月間で日本行って、何ヶ月間の毎日悪いことうざいことしても別にまだ日本いるし問題もなってない。まあ自分のな国にいるところで利用は増えて、もらってるお金も増えてるし、このクズなんですけど成功してる感じじゃない。あそこ多分の目標はそれで今もううまくいってる感じです。でまあ悪いストリーマーはねもう間違いないで、その見てる人も多分悪いと思うな。見てる人も悪いし、その投げてるお金渡してるも悪いし、まあ全体ではダメですね。でお金投げて好きな音楽出せるとかから、音楽音とかメディアは出せるからもうそれでまあ稼げてる、何でもありって感じで迷惑にかける。もう先週でネットで見てたら、そのまだライブしながら夜でまあうざいことして、でその近く行ってた観光者外国人行ってて、であそこは多分その人ストリーマーとしてそのうざいやつとしてはしてたか分かんないけど、偶然でその時、近く行っててそれ聞いてうざくなってガチで殴って、おう昇竜拳、もう二人ストリーマーやってたらもうどっちももう落ちて、でその周りにみんなパチパチして、でこれは良くない。まあ観光者、外国人の観光者観光にしに来てこんなうざいことまあ聞いてそこまでもやるも良くないし、でまあ多分日本人でやってた方がいいってまあ言ってる人もいるけど、でもそこまでなんでしなあかんなってほんまに思う。なんかそこまでなってほしくない。まあ悪いは俺、まあそのジョニー・ソマリーもちろんこいつは一番悪いけど、そのキックっていうプラットフォームの方が悪いもある。頑張ってる国民の人、海外の国で迷惑かけてそれでお金稼げるのを道作ってるおかしいと思うな。だからキックは悪い、まあ一つと、あとはまあ日本の警察とか イミグレーションやねの方でもう何してるはちょっと思ってるよな。いろんなもうビデオを見て、ジョニー・ソマリーその警察毎回毎回なんか関わって、でその英語でなんか変なことを言って、でそのわざとね早い口で喋って、理解は警察は理解できないな、英語ブラーで喋ってとか、たまにも悪口言ってとか警察に、その警察に英語で脅威するとか、もうマジ良くない、えぐい。で警察はもうそれなんか英語その分なんか理解できないから、それまではもう話にならないし、で、あ、ごめんなさいごめんなさいってふざけて言って、それで終わってるし、だいぶ過ぎたな。そのなんていう、警察もその許せるぐらいなレベルじゃないもん。もうわざとでずっとやってる、もうやってることも分かってるし、わざとそんなことして迷惑かけて、普通頑張ってるそのな日本にいる人たち、住んでる人たちで、まあ外国人のイメージも下がるし、でまあイミグレーションもな、なんかもういろいろ、それもいろいろ見たの中でも、誰かも移民のところで電話して、なんでこの人のビザもらってるしとか、移民はこの人にビザ付加はできませんって言ってた。もらえ続ける感じになるかな、ビザ、観光ビザ。まあそれもあるな。なんか多分その人日本に観光にしに来てないのか、その今コンテンツ、その自分のキックのプラットフォームからバズるとか、ちょっとその悪いコンテンツとかいろんな人を見れるなコンテンツ作ってお金作ってるで、それは今仕事になってるやんか。だからそれでなんか自分で稼げてる。だから日本で来てるけどなんか仕事してるんじゃないっていうのは、それで観光ビザでこんなでいいのか。で、まあ本当にそのできることはな、もう殴るじゃないけど、そのキックとかの方にレポートする。毎回毎回レポートして、いろんな人からリポートして、いろんなプラットフォーム、その X とか、まあもともと Twitter とか YouTube とか、もうどこでも行ったら、その人行ってたらもう何かもうリポートして、その悪いコンテンツとかすぐに、なんかそういう迷惑コンテンツあればすぐにリポートして、もうできるだけバンされるのために、グラれた時も、バンなった、多分1日で結構もう危ないなところいるから、もう多分それ以上もう完全にそのキックからバンになるんで、一旦はすごい大きいんだ。 Twitch も多分戻れないし、多分キックあったらバンになれたらもうそれで終わりし、お金作れなかったら多分そういう人続けないと思うから、ほんまにな、今その迷惑しか、お金しか見えないと思うから。でも警察マジな、
全員もう毎回この人のもんだったらもう一回捕まって交番まで連れて行った方がいいと思う。その人にもうずっと日本人にずっと迷惑かけてるから、もう警察も多分毎回毎回この人に迷惑かけたらいいと思う。何回も捕まって一回交番持っていてライブ止めてもらって、で毎回毎回毎回そうやったらいいんじゃない。でまあほんまにな、もうビザもあげないでこういう人、1人じゃないな、もう3人ぐらい、3、4人もう増えてる、ほんまにな、どんどん増えてる、そのクズの集まりのチームで。それでなんかもう SNS で人気になって外国人のイメージも下がってとか、みんなもそっと行ってこういうな人とかこの人とかがそのバウンドとか当てたらもうかからないようにもう離れた方がいいと思います。もう離れて警察呼ぶぐらいかな。どっちにしてもこいつらどこ行ってもまだ迷惑かけると思うんで。でな、その人の Twitter の X 見てたら、俺のなんて言ってたな、日本の中では俺はヒロですみたいって、俺は日本のヒロでみんなロボットだから俺はそのロボットの癖を潰しに来たみたいって言ってる。でほんまにな、もしかしてアホアホやつは多分信じるかもしれない。それなんでこんなになうまくいくな、平和なってる国な、平和なってる人たちをこんなクズみたい、クソみたいな、誰がなりたいな。だ自分のな、その自分のせっかくとか自分の国の当たり前ことを日本人にとか日本に無理やりさせたい。国帰れ。もうマジな、毎回言ってるけどもう来んな、ほんまに日本で来んな、出て行って。まあみんな見てくれてありがとうございます。ハッピー動画がいいやな。なんかちょっとここあったら怖いな、ちょっと。まあみんなね、見てくれてありがとうございます。で、まあちょっと、たまにはハッピーじゃない動画あるけど、今度はまだハッピーします。ね。ハッピーだからね。見てくれてありがとうございます。バイバイ。プリンプリン。プリンプリン。